白声とは、日本の伝統芸能の一部に、特徴的な発声である。不手段説教から、説教説サイモンチョンガレ何話説とサイモン系の芸能に、特徴的な発声で、特に老曲で一般に知られ、白声イコールサビ声イコール同性、イコール塩から声イコールいわゆるダミ声でうなることが、必須であった時代は長くあった。 日常的に大声を出す職種にも似た特有の声である。倍音成分が多く、近年日本でも知られるようになった方ーミーと類似するという説もある。白声とは、最も低い領域の量の声の、しかもしゃがれた声にあたり、力みとは、力む、力を込めて際って声を張り上げる、意気声を指す。った金字師は、硬い声や柔らかい声で、日本人の音声はどちらかというと、 いわゆる生き見声である。発音の期間中、いずれかの部分に無理が行われている証拠だと思う。よしあしの問題ではない。事実であり、現象だ。次に生き見声の問題だが、これは長い間の生活環境に順応して、おのずから育成されたものである。何は説では、それが少し極端に誇張された嫌いはあるが、その傾向の絶無なのは、常分視されている、他の伝統的な、 声曲にもほとんどないと言っていいと思う。よしあしに関わらず、日本ではこれが発声法の常識であって、日本人の聴感覚もそれに全く慣れていると考えるべきものであろう。よく言われる、ドーマ性は悪い声を示し、老曲師の声としては誤りである。今でも、老曲の代表的イメージはこの声という面は大きいようで、落語の三遊亭歌やっこ。 老曲社長や、諏訪の三遊亭白鳥作で、柳谷京太郎も演じる、人気を流れ山動物園でうなられる老曲は、この白声を強くイメージしている。その特徴的な声を作るために、喉から血が出るような修行を積んだという苦労談は、多々ある。が、マイクルフォンが発達して、以降は、同性は必須ではなくなった。コートであってもその才能が生かされるようになり、代わりに、 同性を使いこなす、浪曲子は現象の位置図をたどったまま現在に至る。西洋音楽のベルカント商法とは対極に位置するもので、西洋音楽が主流となった現在では、いよいよ下げ済まれがちな声でもある。ありがとうございます。